シュベルトシルト闘技場です。SAO の英雄キリト君とデュエルか。それを言ったら先行のアスナと対戦だろ。英雄様にそう言ってめったにない機会だもんね、キリト君。ああもちろん。アスナもさすがだったよ、攻撃のスピードと性格。そうかな。俺はいつでも相手になるぞ。キリト君、それじゃアスナが優勝。何それ。キリト君、またデュエルしようね。あ、おっ、どうしたんだ、キリト君。やだ、見てたの。今勇気のことを考えてたんだ。本当に良かったなって。まあそのことか。ではこの文章を読んでもらいましょう。今野勇気さん、お願いできるかな。あ、はい。いつまでたっても慣れないね。いきなり刺されると緊張するんだもん。今野さん。あ、はい。一連の事件が解決した後も俺とアスナ、スリーピングナイツと面々は、そして勇気の現実の学校に行きたいという願いを叶え、俺は学校の仲間と協力して、現在勇気はアスナの肩に乗っている半球型のメカ、この機械は簡単に言えばアミスフィアとネットワークを通して現実世界の遠隔地と視覚、つまり勇気は病院のメディキボイドでフルダイブしながらこの教室で授業を実際に受けられるのだ。今日はここまで。宿題は明日までに提出する。はあ、お疲れ様。授業って頭使うから大変だ。でも毎日すっごく楽しいよ。どういたしまして。それじゃあ帰…うん、キリト君、お待たせ。アスナ、それに勇気も。うん、いい感じだよ。そっか、それならよかった。というかキリト、プローブの調子だけじゃなくて、ごめん、どうしたんだ。実はね、この頃少し調子が良くなってきたんだ。本当？無菌室からは出られないけど、ウイルスの感染も弱まってきててさ、余命3ヶ月なんて言われてたけど、まだまだ大丈夫そうだよ。そっか、よかった。え、ちょっとアスナ、泣かないでよ。これからも
勇気と一緒にいられると思ったら嬉しくて。アスナ、僕もみんなと冒険できるのがすごく嬉しいよ。スバルト・アルブヘイムにもまだまだ攻略してない場所がたくさんあるしな。そうだね、もっともっといろんな思い出を作ろう。こちらこそよろしく。あ、もうプローブのバッテリーがないんだ。じゃあ今日はここでお別れだね。ユウキ、ちゃんと宿題やっておかなきゃダメだよ。頑張る。それじゃあまた明日ね。またな、ユウキ。バイバイ。キリト君、ユウキを学校に通わせられるようにしてくれて。いや、もともと研究してるテーマだったからな。でも結構ラグる時があるし。ユウキはすごく満足してたよ。あ、でも座学だけじゃなくて体育もできるようになりたい。急激な動きに対応するにはまだ少し時間がかかりそう。きっと首を長く。 VR 技術はまだまだ黎明期だ。これからの研究次第で無限の可能性が広がっているんだ。いずれは現実世界と仮想世界がリンクする時代が来ると思う。そうすればきっとユイも。うん、そうだね。そんな未来のために俺は VR 技術を研究したい。ねえキリト君。え、ああ大丈夫だよ。じゃあお部屋に行こう。どうしたんだ改まってで、あ、キリト君、いきなり抱きついてきてごめんね。いきなり。あのね、最近母さんとずっと揉めてたの。あんな学校に通っていたらまともな進学はできない。あんな学校の生徒と一緒にいるとろくなことにならないって。それで学校を転校させるって話になって、母さんはなんでわからないのって、ただ一人で抱え込むことしかできなかった。あ、それで一時期元気がなかったのか。黙っていてごめんなさい。でもぶつからないとわからないことだってあるって勇気に言われてハッとした。私は今まで母さんと本気でぶつかり合えてなかった。だから正直に私の気持ちをぶつけてみたの。そしたらちゃ、そっか、アスナ一人で苦しんでたんだな。だってキリト君が愛してくれたのは SAO にいた強いアスナで、こんな弱い自分を見せたらキリト君の心が離れていっちゃうかもって思うと。アスナ、確かに俺は SAO で君と出会って、先行のアスナだって勇気アスナだってどっちも同じアスナだ。弱くたっていいんだ、俺がアスナを支えるからさ。だからもう一人で抱え込まないでくれ。キリト君ありがとう。ねえキリト君。ん？私将来についてキリト君みたいにはっきりとはまだ決めていないの。でも周りの人たちみんなを笑顔にできるような大切な人の隣に立ってずっと支えていけるような人になりたい。俺も同じ気持ちだよ、ずっと一緒にいような。キリト君大好きだよ。でも飛び上がるほどのことじゃないだろう。それはな、慣れてないから。まあいつも隠れてたらそうなるか。うん。あ、どうしたんだ。向こうから走ってくるのって。あ、やっと見つけた。セブン。ああキリト君、せっかく会ったからお茶でもしたいところなんだけど。
今回ばかりはごめん。お姉ちゃん、今すぐ一緒に来て。私？おい、いた。それは行けばわかるわ。説明してる暇もないくらい時間が迫ってる。とりあえずついてきてちょうだい。俺も行っていいか？なんだか気に。そうね。ついでにキリト君も一緒に来て。特別招待よ。そうか。で、セブ、早く。もたもたしないでちょうだい。はい、これ持って。これはマイクに決まってるでしょ。プレイヤーメイドだからすごく高いの。くれぐれも壊さないようにね。もしかしてライブに出る？もしかしなくても、それ以外に何があるの？私がライブに？無理だよ。大丈夫よ、お姉ちゃんの容姿なら。そういう問題じゃなくて、歌のこと？でもそれならこの前歌えるって言ってたわよね。確かに歌えるけど。もしかして緊張してるの？まあ、いきなりこんな広いステージ、しかも ALO 中で。それじゃこれならどう？仮面？これがあれば緊張も紛れるで。本当は堂々と登場してもらってしまい。お姉ちゃん、シャムロックとはいろいろあったしね。余計な混乱を生まないためにも、今はまだ顔は隠した方がいい。今はって。でも心配しないで、ちょっとくらいヘマしても。それじゃステージに出るわよ。セブンにここで待ってろって言われたけど、ステージの最前列って。さっきからセブンのファン、クラスターだっけ。そりゃそうだよな、いきなり黒ずくめのやつがこんないい席に乗っ。ようやく始まるみたいだな。みんな、今日はセブンのライブに来てくれてありがとう。会場が揺れてる。セブンの人気。セブンちゃん、今日も可愛いよ。今日はいつもとは一味違ったライブをお届け。それじゃステージに上がって。あれはレイン。仮面をつけていて顔は見えないけど、レインに間違いない。レインだけステージ裏に連れて行かれたけど、まさかライブに出演させるとは。この子とコラボしたスペシャルバージョンよ。ミュージック。あの子誰なんだろうな、顔隠しててわかんないけどさ。結構歌上手くね？セブンちゃんの歌声とも合ってるよな。周りのセブンクラスターが口々にレインのことを褒めてるな。レインへのバッシングや暴動は起きていないみたいだ。とりあえずよかった、いい歌だな。せっかくセブンが招待してくれたんだ、楽しませてもらおう。みんな、今日は私たちの歌を聴いてくれてありがとう。やっぱりライブはいいわね、みんなの心が一つになってるの。それにお姉ちゃんとの共演とても楽しかった。こちらこそありがとう。セブン、レイン、キリト君、私たちのステージちゃんと見てた？あなたに用意した最前列、相当プレミアついてたみたいよ。ああ、ちゃんと見てたさ、すごく良かったよ。当然よ、楽しんでもらえたなら良かったわ。でもなんでいきなりレインをライブに出したんだ？常に新しいライブを提供するのがクラスというのは口実。純粋にお姉ちゃんと同じステージに立ってみたかったのよ。私別にアイドルでもないのに。そこは直感で、お姉ちゃんなら絶対にできると思ったから。実際クラスタがあんなに盛り上がるパフォーマンスができてたじゃない。あれはセブンがフォローしてくれたから。もうもっと自信持って。今日のお姉ちゃんは本物のアイドルになってたの。
お姉ちゃんにその気があればまたコラボイベント開催するからね。セブン、それじゃあ私はこの後も予定が詰まってるし、これで失礼するわ。またね。行ってしまった。どうした？本物のアイドルか。あの子にはキリト君、私ね、セブンと同じステージに、私絶対にセブンにも負けないくらい、今度ステージに立つときはセブンに招かれる立場じゃなくて対等な、その夢が叶ったときは、ああもちろん、その リアか、なんだかテンション高いな。実はね、フィールドを探索してたらすごく綺麗な湖を見つけたんだ。周りにモンスターもいないし、すごく素敵な感じなんだよ。だからみんなで遊びに行けないかなって。そうだな、たまには攻略以外で出かけるのもいいかもしれない。だよね。早速みんなにメッセージを飛ばしてみよう。私たちの水着姿が見られないなんて。そうだな、特にクラインなんか仕事休んでまで来ようとしてたけど、そこまで必死になられるのもちょっと。それじゃ早速入るか。ちょっと待ったねえキリト。ん？なんだ？ VR 世界の中なんだから準備運動はいらないだろ。そうじゃなくて、一応見張りを立てた方がいいんじゃない？今はモンスターがいないけど、ここはフィールドだから、いつモンスターが襲ってきてもおかしくない。そっか、確かに。わかった、俺が見張ってるよ。みんなで入ってきてくれ。え、本当にいいの？なあ、俺は湖に足でもつけて楽しんでるよ。さすがキリト、これで心置きなく水浴びができるわね。キリト君、途中で見張り変わろうか？見てるだけじゃつまらないでしょ。いや構わないさ、アスナは楽しんできてくれ。そうよ、キリトは別の楽しみがあるでしょ。別のって？水着見放題じゃない。は？キリトさん、そんなつもりだったんですか？うわぁ、お兄ちゃん変態。すぐ、俺が言ったんじゃないぞ、シノンが勝手に。まあまあ、それも見張りの特権だよ。それより早速入ろう。そうね、でもその前に、ほら、なんであんた隠れてんのよ。さっきまでは普通に一緒にいたのに。ちょっと引っ張らないで。
ちょいっ、レインちゃん、どうして隠れたの？なんだか水着に着替えたら急に恥ずかしくなって。え、なんで？別に恥ずかしがることないと思うけどな。スタイルの差が歴然として。あ、胸のこと？なんだ、そんなことか。気にする必要ないわよ。シリカなんてすでに諦めの境地に入っ、ないです、諦めてるわけじゃありませんよ。それじゃあ一番乗り。本当？でも気持ちいいね。水がすっごく綺麗ですね。飲んでも大丈夫かな？もうピナは飲んでるわよ。美味しいって言ってます。この湖結構深いみたい。泳げそうじゃない？なんだか競争したい気分ね。え、みんなで泳ぐの？うん、面白そうじゃない。それじゃ水泳大会。水泳大会ですか？こういうのって久しぶりだな。今じゃなかなかやる機会ないもんね。私は初めてだよ。楽しみだな。みんな楽しそうだな。誰かいるな。まさか本当に見張りの役目を果たすことになると。そこにいるやつ出てこい。え、本当に覗き魔がいたんですか？誰が覗き魔よ。セブン、なんでこんなところに？それはこっちのセリフよ。せっかく穴場の湖を見つけたから一人で満喫しようと思ってたのに。またシャムロックの奴らを振り切ってきたんだな。あなたたちがいるならもう帰るわ。何事も先着順だからね。セブンちゃん、ちょっと待って。せっかく来たんだし一緒に泳がない？え、そうよ、今からちょうど水泳大会を開催するところなの。あんたも加わりなさい。あ、はいはい、私いいこと思いついた。一等の商品はキッ、明暗ね。そうすればみんな気合も入るんじゃない？ふん、そうね。キリト君を振り回せるのは悪くないかも。ちょっとみんな、キリト君を勝手に商品にするのは良くないと思うよ。とか言ってキリトが誰かのものになるのが嫌なだけだったりして。それならアスナちゃんが1位になればいいんじゃないかな。そうしたら誰かのものにならずに済みますね。いいわ、私泳ぎには自信があるの。受けて立つわ。アスナもやる気になってしまった。もう止めてくれる人は誰もいない。アスナも承諾したところで早速始めましょうか。私棄権したいんだけど。へえ、意外だね。リーガは真っ先に参加すると思ってたよ。お兄ちゃんがかかってるのに。その今日はやめとこうかなって。単純に泳げないのね。はい。それではライバルが一人減ったところで今度こそ始めるわよ。第一コース、リズベット。優勝してみせるわ。第二コース、アスナ。絶対に負けられないわ。第三コース、シリカ。負けません。第四コース、ストレア。優勝してキリトを独り占めするんだ。第五コース、シノン。商品はどうでもいいけど負けるのはごめんだわ。第六コース、フィリア。泳ぎは割と得意だから優勝を目指して頑張るぞ。第7コース、セブン。私には秘策があるからね。第8コース、レイン。泳げるかな、自信ないな。第9コース、ユイ。はい、頑張ります。第10コース、ユウキ。勝負となったら負けられないね。
キリトは僕のものにするよ。そしてお兄ちゃんと私は審判ね。スキルや魔法の使用は禁止。湖の端からスタートして真ん中にある岩でターン。それじゃあ位置について、よーい、一斉にスタートしました。最初に前に出たのはアスナか。さすがウンディーネだな。ウンディーネは一番水中活動に長けた種族。このまま一気に引き離すわ。まだまだ。おい、なかなか進まないよ。胸が大きいのが肌となりましたね。お先に行かせていただきます。はあ、シリカは早いね。なんか純粋に喜べない。しかし今回に限ってはチャンスなんです。アスナ、待ちなさい。そんなこと言っても待つわけ。キアリリズ、水着の紐引っ張らないでよ。結び直さないと見えちゃうわよ。やだ。なんてね、本当に紐が緩むわけないでしょ。それじゃお先。リズのバカ。うわ、溺れる。おかしい、おかしいわ。みんなからだんだん引き離されてる。浮き輪を使っても追いつけないなんて、どうして。みんな遅れてるからチャンスね。そこにある岩でターンすればあと半分。どうしたのフィリン。なんだろうこれ、何か吸盤みたいなのがついてるんだけど。吸盤。フィリア、それは。え、もう掴んじゃ。地震。湖の底に何かいます。巨大なタコ型モンスター。やあ、タコの足が絡みついて。やだ、離して。いや、もう絡みついたらダメだよ。うわ、身動きが取れない。この離れなさいよセブン。早く武器を。これじゃ装備できない。タコさん、来ないでください。兄ちゃん危ない。ママ どうしよう。お兄ちゃん、あっという間にみんなタコの足に捕まっちゃったよ。早く助けるぞ。タコの足はすでにみんなに絡みついてるから使えないはずだ。それじゃあ頭を狙って一気に片付けるね。はぁ、リーファさん、正面から攻撃してはダメです。え、あぁ、メガすぐ。大丈夫か。大丈夫だけど、隅で前が。すぐにやられた。あのモンスターの資格は後頭部です。わかった。さすがパパ、やりました。はあ、やれやれ。ありがとうキリト君。死ぬかと思った。巻きついてくる感覚、思い出したくありません。ほんと、あのタコ許さない。シャムロックの全勢力を持って叩き潰さないと。もうキリトが倒しちゃったわよ。あれって湖の主だったのかな。あんなのもいるんだね。いろいろあったけど楽しかったね。どこがですか。私なんて全身炭まみれで最悪でしたよ。ああ。
もう少しで私がピリトを独り占めできたのに。こうして水泳大会、みんなには悪いけど心の奥で俺はほっとしていた。優勝決まらなくてよ。レインか、そっちから話しかけてくるなんて珍しいな。うん、実はね、キリト君にお願いしたいことがあるんだ。ん？なんだ？俺でよければ力になるぞ。クエストを一緒にやってほしい。なんだそんなことか。いいよ。いいの？もちろん大歓迎さ。珍しくレインから誘ってくれたんだし、断るはずないよ。ありがとう。それでどんなクエストなんだ？それがね、人探しなんだ。人探し？あ、今つまんなそうって思ったでしょ。いや、そこまでは思ってないけど、てっきり手強いモンスターの討伐とかかなと。でもね、このクエストただの人探しじゃないみたいなの。どういうことだ？こういう系統のクエストって、人探しとかお使い系は初心者用のクエストに割り当てられることが多いから。そうだよね。でもこのクエストまだ誰。そんなに隠れるのがうまいのか。レイン顔負けのハイドスキルでもNPC には負けてられませんよ。いやいや、そこで張り合っちゃダメだろ。しかし誰もクリアしてないクエストか。やり興味持ってもらえたみたいでよく。じゃあ早速案内するね。ああ、わかクエスト開始地点は、あそこに NP。 本当だ、話しかけて。え、何？のっけから面倒ごとの予感がするな。もしかして誰もクリアできないんじゃなくて。そんなことはないはず。なあ、そうだな。私はアース神族の使者、君たちに頼みたいことがある。いきなりか。まあ、どうかセックを、老婆セックを探し出してはくれないだろうか。老婆セック、私も北欧し。バルドル様が生き返らなかったのは全てあの老婆が悪いのだ。どういうことだ。先日バルドル様が弟君ヘズ様の手にかかっ。弟さんの手で。しかしバルドル様は崇高なお方、我々はかの方を生き返らせる術がないかと冥界の女神の元を訪ねた。女神は一つの条件を出した。それは世界中の全てのものがバルドル様のために涙を流す。あの方は全ての神、いやこの世の万物に愛されている、いわば私たちの光。冥界の女神が出した条件はあまりにもたやすい。我々はそう思ったんだ。しかしバルドル様は蘇らなかった。あの老婆が涙を流すのを拒否したせいで、私たちはその老婆を捕らえ正義の鉄槌よく。どうやらただの人探しというわけではなさそうだな。だね。迷子のおばあさんを探すのかと思ったけど、犯人を捜索す。どうか我々に手を。わかった、俺たちが老婆せとは言っても
さすがにノーヒントじゃ探せ。奴の逃げた場所ならおおよその見当はついている。砂漠地帯に逃げ込んだという知らせがちょうど他の死者より届いたのだ。なるほど、砂漠のどこ。分かった、探してみる。ああ頼んだぞ。私たちの方でも引き続きセックの神様たちから逃げるおばあさんか。どんな人なんだろうね。ただ者ではないのは確かだろうな。うん、どうした。うん、バルドルって神様が死んだのは。ああそういう。なんで兄弟同士なのにそんなことしたのかなって。まあとにかくまずはセック探しだね。ああ人が倒れてるぞ。うー、おれ大丈夫ですか。一体何があったんだ。お若き妖精たちよ、私はこれセックがやったのか。とんでも。やつはまだ遠くに行っていないは。はい、神の復活を拒否した追っ手を返り討ちか。Kasu, ich hab dich invited. Kam noch nichts an oder was? Warte, ich invite dich nochmal. Siehst du, geht doch, bist du drin? Achso, der Invite kam bei mir nicht wieder an. Tony halt wieder. Alter, wo ist denn hier diese Truse? Du hattest doch irgendwie die Minimap offen, ne? Ja. Da ist doch irgendwo ein blauer Punkt auf der Karte. Oh Mann, so mini-witzi. Punkt. Mm-hmm, da bin ich auch fünfmal dran vorbeigeflogen. Hallo. Hi. Aber ich bin nicht mehr lange hier, ne? Ich hab ja wieder Nachtschicht. Das wollte ich eigentlich mal fragen.
Da, so, jetzt muss ich da unten oder hier oben? Unten. Fallen! Und wie weit bist du? Das ist okay. Ich kann nur New Game Plus machen, aber ich hab die Arena schon frei, ne, Kasu? Ich hab die auch frei. Ja, ist auch schon. Also ich hatte die sofort frei. Ich hatte die Questreihe mit Rain übersehen. Wo du gegen sie spielen musst. Ich hatte die schon vorher frei. Oder? Ich weiß nicht mehr. 78.000, what the fuck? So, jetzt muss ich noch mal kurz hier gucken. Wie sieht's denn aus? Also Spiel durch haben wir schon mal erreicht vom Stream her. Jetzt fehlen mir nur noch 50% der Trophäen. Kriegst du Multiplayer? Egal. Ich hab gesagt, ich streame das Spiel von Anfang an bis Platin. Da halte ich mich dran. Und es wird auch alles hochgeladen. Halte ich mich auch dran. Multiplayer-Questen. Was wird schon mal suchen? Oh, immer diese hässlichen Steingiganten, die geben mir so auf die Nüsse. Level 4, auch 400. Oh, Fokus auf Questen 10, Questschwierigkeit 9 bis 10. Ja, seid ihr gerade im Multiplayer oder was? Nee, ich nicht. Ich bin gerade auf 7 am Leveln. Aber keine Angst, morgen habe ich frei und Samstag habe ich frei und Sonntag habe ich frei. Ja. Wisst Bescheid, ne? Mhm. Gut. Ich habe jetzt eigentlich nur noch vor, mit Kirito diese ganzen Quests hier zu machen, damit die alle weg sind. Und dann kann ich endlich jemand anderen spielen. Ich glaube, da kommen später noch irgendwelche Quests. Ja, wenn du höher bist mit dem Level von dem. Ja, aber mir geht's halt erstmal darum. Without Genjin. Mir geht's halt erstmal darum, dass einfach ich die ganzen Quests fertig habe. Weil kann ja gut sein, dass du echt, wenn du Kirito nicht spielst, die Quest nicht bekommst. Hast du eigentlich mittlerweile die Quest gemacht, Kevin, mit dem Klamotten? Mit welchen Klamotten? Achso, keine Ahnung, also ich hab keine dreckigen Klamotten. Weil das gibt einen Eintrag im in der Galerie. Okay, dann gehe ich mal eben zurück. Juhu, fertig. Ich habe es ja doch schon gemacht. Also ich kann dir mal gerade sagen, wo dieses Bild in der Galerie ist. Also es ist Galerie, dritte Seite oben rechts. Mir fehlen jetzt nur noch 7 Sachen in der Galerie. Ich habe da keine Quests mehr offen in der Stadt. Ansonsten muss ich das in der New Game Plus machen. Ja, geh mal Galerie, dann gehst du mal, also an das Bild in dieser Hütte, dann gehst du dritte Seite oben rechts das Bild. Ja, ich hab alle. Ja, dann hast du die Quest ja doch gemacht. Jo. Ja, mir fehlt noch dritte Seite erstes Bild, vierte Seite drittes Bild und fünfte Seite fehlen mir noch Bilder. Das schaltest du gleich frei, Herrlich. Ja, ich speichere jetzt erstmal. Und dann mache ich Multiplayer auf. Wie viel Uhr haben wir? Ach du Kacke, halbe Stunde nur noch. Können wir ein, zwei Quests machen und dann muss ich arbeiten. Hm?
ピルピル。Also eine musst du dir auf jeden Fall noch holen und das ist schwarze Lotus. Die ist mega fett. Fett, fett, fetter geht's in mir. Sitzung erstellen. Passwort. Danke, dass du gestorben bist. 1, 2, 5. Fertig. Sitzung verlassen. Eins, zwei, fünf, hast du gesagt, ne? Ja, wie immer. Standard. Ja, wo war gerade nur die Gruppe von Genshin? Ah, da. Suche nach Spiel. Brauchst du Geld? Dann kannst du dir gleich eine Quest empfehlen. So, ich muss einmal sortieren meine Gegenstände. Gegenstände. Ich hab da wieder ewig gesucht, reine Heilkristall. So, du kommst jetzt erstmal hier hin. Alter, übertreib Katsuki, mal nicht. Katsuki, brauchst du Geld? Nein. Gut. Okay. Kevin, übertreib mal nicht bei dem Outfit. Guck dir mal an, wie das wackelt. Übertreib. Ja. Oberweite wackelt. Wackel. Wackel, wackel, wackel. Ach, was reibt? Voll unrealistisch. Wenn die Gegenstände immer querbeet liegen. Da. Die liegen natürlich wieder so weit oben, dass wenn ich die auswechsel durch ein anderes. Jetzt ist es sortiert. Du hast eine Asna. Ja, perfekt. Na, welche Karte ist es? Bringt eigentlich was, magische Abwehr erhöhen plus und magische Abwehr erhöhen drin zu haben? Ja. Das hatte ich Genshin auch gefragt. Ja. Chosen shite miru kai? Jouken wa kore de ii kai? Mein Angriff, ey, 3400 bis 3695. Ich will dein Komma, Manga. Ja, wo ist die Hupfdohle? Die hat sich fast platt gelaufen. Ich kann jetzt mittlerweile jetzt 5 mal hintereinander machen. Warum hast du deine Wiederbelebung denn noch nicht angemacht? Hat er was denn noch, oder? So, willst du deine Atmung schon haben? Sag mir kurz, bevor deine Zähne ist.
Ein Viertel noch. Na, oh, jetzt trifft er. Ich heile das, glaube ich, mal erstmal. So. Letztes Mal. Kann ich nicht annehmen. Ich glaube, ich bin so rum, aber. Weil ich gerade mal Kreis gerückt habe, aus Spaß. Ich wollte mal gucken. 4500 Schaden. Paket. Er hat Gift verreckt. Was bist du eigentlich gerade für ein Charakter, Kevin? Ein schwarzer Lotus. Kriegst du auch noch. Okay. Wackel, wackel. Ich find's ein bisschen übertrieben, ganz ehrlich, ja? Ich würde ja in Dungeon laufen, aber dafür hast du die Zeit nicht. Oh.
Immer schön healen. Ups, jetzt bin ich rausgegangen, ich Idiot. Habe ich nicht angenommen? Ich habe nicht angenommen. Bitte nimm die Questbull. Achso, ich muss einfach die Questbelohnung annehmen. Ah. Das hast du noch gar nicht abgegeben. Ja? Du. So. Jetzt. Ach, diese nervigen Viecher. Oh, hier bitte. Ja, kommt. Du auch. Ich hab grad neuen Skill gelernt. Scheiß Tentakeln. Muss gleich mal gucken. Und da ist denn der? Ach, da Raumverzerrung. Na, die hat einen Vollakku gerade. Benutzt du Magie, Kevin? Ja, ne? Im Fernangriff ist es. Aber Magie, oder? Nee. Nochmal okay. Nur Schwertskill. Okay. Dein Charakter hat keine Magie. Naja, ich komme schon ein bisschen um die Kleinen da unten. Ich kann keine Skills benutzen. Ein rätselhaften Bogen. Zwei? Ja. Hey, was ist denn das fieso Aggro auf mich? Ich habe extra doch den Skill dran, dass ich weniger Aggro habe. Na, aber. Okay, Heilung. Oder Wiederbelebung. Da hinten liegst du. Dann habe ich den Boss in Stun. Und jetzt schlaf ich und ich bin tot.
Keine Angst, ich habe genug Abwehr, also ich überlebe schon so einen Schlag. Hä? Wie kann der denn der Spielesitzung beitreten? Weil er das Passwort hat. No. Aber gut erraten dann das Passwort. Da waren zwei Spielesitzungen, einmal deine und noch eine mit dem Passwort. Genau. Der wollte wahrscheinlich zu Genjin. Achso, und weil wir das gleiche Passwort haben. Oh, mein Wiederbeleben ist weg. Okay. Mal wohl ausgelaufen. Mach ich mal wieder neu. Zack. Geben wir uns den hier auch mal wieder neu. Oh? Ich hab dich doch geblockt. Ist doch nicht so schlimm. $36,000 Hat die Sau sich gerade geheilt? So viel Schaden über, dass ich das gekontert habe, den Angriff dadurch. Yay, ein Rittenlappen stehen. Dupti-dupti-du. Wappen von Gunnar. Jetzt sagt die Uhr 26 Minuten. Hm? 26. Dann muss ich spätestens los. So. Und die Wachen wie denn? 7 kann weg. 8 kann weg. Welcher Zahl ist eigentlich noch extrem gut zum Heilen? Nur Asna. 7. Nur Asna? 7 ist ein Buffer. Aber auch Heal. Ja, könntest du auch machen, natürlich. 7 habe ich aber noch. Die Buff-Skills. Hä? Dann fehlen dir aber wieder die ganzen Buff-Skills. Weißt du, was ich meine?
Wieso kann man nur das ausrüsten und dann hinterher noch eine Fähigkeit, ne? Eine Fähigkeit. Beim Zehnspeer. Noch ein grün Zehnspeer. Also, Seven. Teammitglieder, Seven. Oh, Rang 10 Bogen. Schön. Dann hau mal was rein, Kaso. Wie gesagt, ein bisschen was habe ich schon. Habe ich schon. Ah, okay. Ja, omoshiroi shigoto ga sorotteru do. So. sicher? Ja, nicht Black Lotus. Stimmt auch wieder. Ich brauche erstmal gerade durch mich, ne? Ich hoffe, ihr habt das, was ich am besten kann, die kleinen Ed. Warum benutzt nur ein Heilkristall, wenn ich sowieso heile? Reiner Reflex. Ja, mein Headset spinnt wieder. Juhu. Wieso? Ich kann euch gerade nicht heilen, ne? Wieso nicht? Weil ich keine Skills benutzen kann. Deswegen ist das bei mir ein Reflex, die Scheißdinger zu jubeln. Wie lange bin ich denn noch blockiert? Moment, was soll? Kannst du mal aufhören, dein grünes Ding um dich herum zu haben? Ja! Meine Paralyse hat funktioniert! Ohne Witz, Mann, der große Heal ist doch viel zu overpowered. Ihr seid fast tot und ich heile euch voll.
come on here. Brain at the bitch. Boah, diese kleinen Viecher nerven mal wieder. Ja, da kümmere ich mich gerade um ein. Warte, der Mana-Kristall? Ich hab schon. Oder so. Ich konnte eben nur keine Attacken usen. Hm. So, Quest abschließen muss ich drücken. Ja, die beiden Dungeons würden noch Sinn machen, also hier den verlassenen Tunnel. Aber der ist lange jetzt für dich. Ja, machen wir morgen. Da wird der locker hier einfach mal 15 Minuten im Anspruch nehmen. Und dein ganzes Inventar wäre voll. Ja, machen wir morgen. Ich mach morgen, wenn ich aufwache, mache ich erstmal noch ein bisschen was hier Singleplayer, bis ihr da seid. So, wie lange haben wir noch? 19 Minuten. Okay, dann musst du jetzt nur heilen. Ich tue eigentlich sowieso nichts anderes. Oh, ja, bitte, nur heilen. Ja. Nur heilen. Sieh zu, dass du heilst, was das Zeug hält. Oder beziehungsweise wiederbeleben. Das schaffen wir doch niemals. Was geht mit der ab? Achtung, du bist ein One-Hit-Wonder. Jeder ist One and Wonder. Gut. Ich belebe dich gleich wieder. Okay, da habe ich schon ihre Aggro. Kannst du ihn wiederbeleben. Für ihr bekommst du ein echt schönes Schwert. Hey, warum schießt die mich ab? Kann also steht auf Sterben, ich komme. Immerhin kann ich so meinen Wiederbelebensskill leveln. Mir hat das echt gut. Wenn du mich aggro hast, kann ich nichts machen. Ich wollte eigentlich durchmachen. Oh, schönes Binden. Oh, schon sehr hoch gelevelt, ne? Nicht wirklich. Vielleicht konnte ich zweimal draufballern. Ich habe keinen Mana dafür. Ups. Phew! Einmal hier bitte. Ja, der große Heal dauert ein bisschen. Nicht bewegen. Verdammt. Der Dodgements. Ich brauch meine Leiste einmal voll, ey. Ui. Du überlebst, weißt du, ich kipp da einfach um.
Na, ich bin auch schon ein paar Level höher. Wie das aussieht, bei mir steht ihr dann noch immer die ganze Zeit in der Ecke und du haust irgendwo in der Gegend rum. Ohne Witz, ich stehe bei mir die ganze Zeit hier in der Ecke. Komm mal hier, bitte. Ist die bei euch echt da, wo ihr gerade rumlauft? Ja. Ja. Was? Die steht bei mir die ganze Zeit hier in der Ecke? Versuch mal drauf zu hauen. Ja, kann ich. Bemerken wirst du es, wenn das Licht ausgeht. Da kam seine Wiederbelebung zum Einsatz, die er da hatte. Ja, die ich auch schon wieder habe. Ah, danke. Dann kann ich gleich einmal draufhauen. Trotzdem steht sie bei mir halt die ganze Zeit in der Ecke. Wenn ich jetzt Angriffsmagie mit in der Leiste hätte, könnte ich sie die ganze Zeit abballern. Hau drauf! Oh. Wie war das noch mit dem Switchen? R2 drücken, ne? Und dann? Deine Schwertdings-Taste. Und dann Dreieck und Kreis. Meins ist abgelaufen. Oha, hast du Ultra die Tropfen? Hui. Jetzt haben wir aber echt ein Problem. Das Ende. Jetzt Ultra die Tropfen schnell. Ende. Oh. Er könnte seine Wiederbelebung noch casten. Sind wir weiter wiederbelebt, dann können wir direkt Bots werfen. Warum sterbt ihr auch beide? Ah, schade. Was noch für einen kleinen Zeit für was Großes hast du nicht mehr, der dauert zu lange. Alter, weißt du, die ganze Zeit macht das Headset keine Spacken. Jetzt seid ihr da. Sieben Sterne, der ist noch da. Ach, wie süß. Baneblade! Wer wollte mal ein Baneblade sein, ja. Nummer 1. Moritz auf das Schild.
Oh, Hans. Erhöht den maximalen RP stark, aber senkt den maximalen RP. Ring zum Beispiel. Bei dem Ring, bei dem Outfit ist es aber genauso krank bei Asna, ne? Alles, was Brüste hat, wackelt. Außer das hier. Das hat nichts. Das hat keine Brüste. Ich hab keine Brüste. Ich hab keine. Warte. Ich hab mich gerade nicht verbeugt, ich bin einfach nur deprimiert. Aber vielleicht funktioniert es ja dennoch. Unter was war das? Emotions. Genau. Na, no, es funktioniert. Jetzt ist er in der Luft. Dann muss man kacken. Lol. Von am Brennen. Oh, schade, nicht direkt daneben. Na, wie funktioniert das nicht? してみるかい？気が向いたらまたおいで。